新琴都駅は北海道札幌市北区新琴都八条1丁目にある北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は G05、電報略号は52。札沼線は総延駅から東駅までが高架区間、次の太平駅から終点の北海道医療大学駅まで地上区間となる。1976年。 地上駅時代の新琴コ駅と周囲約750メートル範囲。下が札幌方面。相対式ホーム2面2線。少し離れた外側に留置線とそこから北側の民有地へ引き込み線。この引っ込み線は中小の石油ガス燃料会社用線に用線。国土交通省国土画像情報をもとに作成新琴コという地名は1887年に 入植したトンデム兵の新ンコトニ兵村に由来する。兵役終了後、新ンコトニ兵村部落会が、殺傷戦不設に際して、駅を置くよう運動して、新ンコトニ駅が設置されることになった。駅設置当時の村の中心は、北西側で、周辺は農地だった。後に工場が進出したが戦後に閉鎖、移転して亡くなった。1978年に、 札幌市営地下鉄南北線の麻生駅ができた頃から宅地化が急速に進み一帯は全面が市街地になったかつては駅東南約300メートルに札幌市電鉄北線の終点である新琴都に駅前停留場が設置されていたが札幌市営地下鉄南北線の麻生駅延伸を待たずして廃止された相対式ホーム2面2線を有する高架駅 ホームへは、階段、エレベーターの他に、上下両方向のエスカレーターが設置されている。2012年5月31日までは、八軒駅、新川駅と並び、秘伝化、高架、伏線という珍しい構造の駅だった。高架加工時中、当駅周辺では一時的に線路を元の路盤よりも、さらに北西側に振った。現役者は、旧駅のほぼ真上に構築された。 総園駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、自動改札機、IC カードチャージ機、セブンイレブン設置。待合室にはパンセンモンテンベーカリーベル新こと2点がある。待合室には苔むしたクマの像がある。これは、旧駅舎の札幌方面行きホームにあったのを移設したもので、公募によって、新ちゃんと名付けられた。 いつ頃から置かれたのかは不明だが、ご神体のような役割があると言われ、旧駅時代にいたずらをされた時には、駅の売り上げが落ちたという言い伝えがある。2018年度の1日平均乗車人員は4099人で、ある。近年の推移は、下記の通りである。東口は南東に約500メートル離れた阿蘇上駅を中心とした阿蘇地区の外れにあり、 その位置関係の微妙さから一部の乗り換え需要を除けば人の流れを引きつける求心力は乏しかった。一方、西口はかつての新ことに平村の中心であり、西五丁目、樽川通り沿いを中心に体育館や図書館等の公共施設が立ち並び、商業施設が集積する麻生地区とは別の拠点を形成している。伏線殿下完成後、駅周辺には、 大小のマンションが集積し、地下鉄とは競合しない利用者層が目立ち出している。北海道旅客鉄道殺傷線新川駅、新琴谷駅太平駅札幌市電鉄北線、北24条停留場新琴谷駅前、停留場。ありがとうございます。